はい、どうも芸人です。でもですね、今回なんですけども、はい、52マス貫突企画、はい、てなわけで今回出ていただくのはわたっぴさんになってきます。めちゃくちゃうまいです。はい、で、シーズン117のチャンピョンですね。はい、しかもこの時まだフレンドのね、一緒に行けるやつではなく、まあまあ単体でね、頑張っていく時、しかもアルベルで、はい、チャンピオン取ってます。えぐない？はい、で今回ですね、52マス貫突のキャラはですね、はい、そうです、エース&ヤマト。今の環境でエースヤマト、まあ正直ね、めちゃくちゃねきつくなったキャラクターではあるんだけども、今回かなり武装してるんで、まあよかったらね最後まで見ていってください。ということで、まずはメダルサポート編成見ていきましょう。はい、メダルがですね、これも驚きなんだよね。攻撃力ガンブリ1583で耐久0と、やばない？これやばいよね、マジで。はい、まあこれがどういった形になっていくのか、まあぜひとも見てくださいと。で、サポート編成がこちら、パーティー5、K2 で検索。ありがとう。で、170.4% の、ゾーン系新世界のサポート編成になってますね。はい、まあ今回は52マス貫突エース&ヤマトのワタピさんのプライ、最後までご覧あれ。はい、それがですね、一戦目見ていきたいと思います。ということで、いや、なんかかっこいい数字の6ついてましたね。はい、全シーズンなんと6位と。めちゃくちゃ強いじゃねえかと。はい、いうことで、しかもね、やっぱ今回のそのエース&ヤマトのあのやっぱメダルのね振り分け、マジでびっくりした。はい、まあね、見てくださいという感じなんですけども、いやでも本当に環境はマジできつくなった。もうだいぶきついよね。きつい中で今回かなり無双してるんで、やばいと思います。はい、もう普通にね、まあまあまあ敵にね、ジャブラジャブラカイドウジャブラとかね、とかだったらエース&ヤマトでアホみたいに無双できるとは思うんですけども、はい。さあ、でここはまずはカイドウにかぶさりが当たっていくけども、さあここをしっかりとね、見てますね、白い毛の。でここね、運悪くね、振動めちゃめちゃ引いちゃうんですよね。これは敵さんの白家さんの運がめちゃめちゃ良かったって、いう感じですな。はい、さあ、でこっから挟まれてる状況なんで、ここ大変だよね、こういう挟まれる状況ね。さあ、でここはクルリンクルリンついていきの、しっかりカムサリを無敵と合わせて回復しながら、やっていくと。さあ、でここしっかりとジャスト回避で入っての、いや、うまいですね、やっぱり全然うまいですね。はい、さあ、でここは白家対面なんですけども、まあ A3 のヤマトね、まあ、白ひげ、まあ、実装された時もそうやったんですけど、めんどくさかったんでね。はい、まあここは相手せず、しかも、敵が敵ブーストがね先なんで、まあ日本死守、していくっていう感じですかね。さあ、気になるここですね。ああ、めちゃめちゃダメージ入るね、やばい。ああ、そっかそっか、火力も上がってるもんな。はい、で、ここはしっかりとジャスト回避して、はい、キックでやっていく。で、ここはですね、まあこれは、あー、これはね、息合わなかったですね、味方の方と。はい、で、さあ、ここから、どうなっていくのかというのを、無敵だって出てからの、はい、ここも、まずここはもうね、お互いしょうがない。必死に2本守った結果っていう感じかな。さあ、でこっからね、オーシャンの、いや、この後ね、えぐい火力出るんよ、えぐい火力。まあこれカムサリ避けの無敵ですね。でのさあ、でこっからあとキドロが吹っ飛ばしの、はい、もう A3 の多分ヤマトの方はあれですね、もう取られる前提で、取られた後にしばこうって感じでしたね。さあ、でこれはトリギワのゾンボンボンボン、はい、3万5000入っていく。でこの後ね、はい、各、はい、ワンパン57,777で、この後ね、この後来るよ、どんどん1回火力が。この後2匹、はい、81,900 やりすぎやろ。89,000で耐えれるやつおらんねん。はい、でーのー、まあこっからです。いや、えぐいね、マジでえぐいわ。いや、エース&ヤマトで俺8万は多分ね、出したことマジでないっすね。さあ、まあこれが貫突、そして超攻撃力ぶりの、はい、ヤマトの力。さあ、でこっからは、あー、うらーで決めていく。さあ、各
ナイス、いやめちゃめちゃうまい。はい、てなわけで続いても見ていきたいと思います。でもこっからね、俺もう全部初見になってくるんで、まあ皆さんと同じ反応できていけるんじゃないかなというふうに思います。いやマジで火力えぐいしうまいしというところで、さあまあ続いて、あーでもシャン、ロジャー、ルッチ、もう環境最強ゲッターたちちゃんと揃ってますね。さあてことで、まずは初手どこに向かうのか、これはもうカムサリ避けの、はい、待機ですね。はい、でさあここはね、はい、ナリカブラてことで2万入っていきの、まあこれ取り際のもう粉砕ですね。はい、でうわーしっかりと見てるね、今クラッカーね、はい、しっかりと見てる。で2人ともにしっかりと一度にダメージ与えていきの、これね、あ乱脚ね、乱脚ね今の、はい、でしっかりと、はい、カムサリを無敵で合わせていく。でも全回復ですね。いや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 、これマジで耐久振ってないからね、いやすごいわマジで。でのさあこっからまずはクラッカーをやっていく。18,857円ってことでありがとうございます。さあでロジャーも2パン通常一発1万になってるんやけど、もうえぐ、通常一発1万か、えぐすぎるやろ。さあてなわけでこれで裏走ってんのがブルーノのリンリンリンちゃん。さあブルーノは倒しておかないとね、うん、結局めちゃくちゃやっこいんで、うわー、ワンパン3万か。いやもう出来上がって、いやえぐいな、いやガチでえぐない、火力やばすぎるやろ。さあでここはキングが旗を握り握り、はい、愛しの握り、はい、ということで取り際にこいやまあまあまあ、これこれはあかんね、こいつがやっこいんだよな。さあということでここは逃げ切りたいところではあるが、さあブーストも重なってシャンクスが守ってくれてる。あここはもうしゃあないね、しゃあないしゃあない、いやマジか。いやまあだから結局セラフィウムか、セラフィウム以外はめちゃくちゃね、あのコテンパンにしているんですが、やっぱセラフィウムやっこいね。はい、さあでことで2本取れてので、チーニクが出てきの裏なんか来てる。さあ誰だろうか、あとなんか、あークラッカーか、はい、さあこのクラッカーをどうしていくのか、はい、うわうまい、ジャストで入ってからの無敵当たって与えていく。うわ、さあてことで、はい、ここは敵はどうするのか、はい、敵もうまい、ただこれを合わせられて KO を持っていかれる。裏は守りきった。さあここから敵部が始まってくるか、裏で誰かが逃げている、あれが取れたらセルフが飛んだらいいんじゃないのっていうところで、シャンクスに2万1000、アホみたいな火力しとる。シャンクスは覇気まとってなかったら本当ただのシャンクスなんで、はい、さあこれで真ん中も取れそうですね。さあここであとは最後足止めをしていくだけ。さあここはかん、あー珍しい、でもまあここである意味耐久ができての、さあ吹っ飛ばしが誰もないけども、まあ4本取れてるから全然オールオッケーという感じです。はい、ということでナイス勝利。はい、それではレッスンで3戦目見ていきたいと思います。さあ3戦目はどんな試合になるのか、まあ楽しんで見ていきましょうということで、いやー今の環境 S1 までここまで参ったらえぐいけどな、普通にえぐいっすね。はい、まあてなわけで、まあこの3試合目、まあ次ラスト4試合目になってくるのかな。まあなんでね、 S1 使ってる人はね、とくとね、俺もちょっと一緒に勉強しながら、まあ楽しんでいけたらなというふうに思います。はい、てなわけでまずは初期アタを取っていきの、さあでまあ緑ロジャーもね、にもねかなり強く出ていけるからね。さあただちょっとめんどくさい、あそこに白シャンクスがいるから、さあどうするのか、まあまあまあ、みんなお互い牽制してのカムサリが出た。うおほほうほほうほほお前これはもうしゃあがないね。でうわリン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 来たね、リンリン。さあで回避使ったところをしっかりとどのめさせていく。さあでここセラフィン入られちゃったら、ね、セラフィンがね正直ね、もうどうしようもできんどうしようもできんので、まあまあ旗外でねうろちょろしてるセラフィンがね、まあ稀にいるんで、その時ぐらいかな倒せるとしたらね。さあでここは誰を喧嘩していくのか。さあまずは倒しやすいルキドを選択していきの、まあ火力ね上げていきたいところでもあるからね、ということで、さあもうバフはかなりかかってるんじゃないか。さあここでただのシャンクスがいる。さあここで
あー、ここ相手も読み切っていた。ただとどめを刺していく。逃がさない逃がさない。やっぱこれ強み、エースのヤマトの強みはスキル4つあること。まあ、なんで1個回復したともしても次の追撃が来てしまうっていうのかね。まあ、エースなんだ。はい、ここでただので握ってるおじさんがいるんで、さあここは、はい、通行で回避誘っての成田村で、はい、パッカンピーボー。はい、いいね。いや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 、もうすごいわ。はい、火力がやっぱちょっとおかしいね。さあここで、はい、あ、もうエースヤマトからしたら餌の緑ロジャー。はい、でここで、はい、うらら、うら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 、うらでもうロジャーをびっくりした。急にヤマトの父が見えてくるから、それはびっくりやろうな。それは回避押す暇もないで。さあ、じゃあ続いてはどっかのなんかただやりに行ってる人、ただ敵を借りに行ってる人になってる。さあ、でここでいや、これいいダメージ入ってきシャンクスの。さあ、しっかりとジャスト回避入っての。さあ、ここでまずルキロをやって敵の無敵でもう一度、はい、瀕死にさせていく。さあ、ここうまい、うまま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 、まあ3つ、はい、うまい。うまい。結局ジャスト回避さえしてしまえばシャンクスも回復できず終わってしまう。さあ、ここで、はいはいはい、猫ちゃんがいますね。さあ、自らね、ゾーン系最強を言ってる、あの、このルキさん。さあ、どうなってくるか。はい、ヒニは、やっぱり、怖いのかな。さあ、ここで、もう、散らかしていく。もう、散らかしていく。さあ、で、こっちはね、ミニ残しにしてたから、ナイスだね。で、セラフィもナイス判断で飛んでるね。さあ、で、残すところ、裏の、ブルーの。さあ、どうなる、どうなる、ナリカブラナイス。はい、それではですね、ラストは見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで皆さんいかがですか。いや、もう十分楽しめてんじゃない。こんだけ気持ちよく、まあね、敵芝居でくれるエースさんだよと言ったら、それはね、ありがたいわなと、いうところで、さあ今回はルッチ、緑ロジャー、緑ロジャー、黒ロジャーっていう感じかな。緑ロジャーね、もう正直エースヤマト、ちょっとね、火力ついてしまった時点でね、緑のじゃポッコポコにされてしまうんで、はい、まあさあどうなっていくでやろうかというとこなんですけども、はい、初手、はい、黒ロジャーカブサリを狙っている。なるほどなるほど。さあ、でここに緑のじゃがそこで固まっているんで、はい、まずは、なるほど、裏で、はい、脳天カチュアリビーム、はい、ナイス。さあ、ここは合わせていく。で、2人まとめて入ったね、今ね、後ろにも入った、あ、入ってるね。はい、緑のじゃにも入っていく。さあ、ここで、あーっと、ここはシャンクスにキルパクされていく。まあ、これは痛くしかたなし。さあ、クロロジャー止めておきたい。さあ、そこで、置物があそこで C で頑張ってるんですけども、ほんとただの置物です。もうカイドウに関して言うと、バウンティー界ナンバーワン置物選手権で多分第1位になれます。はい、もう間違いないです。はい、んーねーの。さあ、カイドウが逃げるサガマをしっかりと助けてあげる。はい、これが味方のアタッカー、ナイスすぎる。んー、でここでね、置物は上を貯めていると、いうところで、さあここでルッチ、うまいうまいうまいですね。さあ、てなわけでここでラスト1本の旗で、しっかりと青カイドの負荷が上を行き来して、超過もさしていってる。さあ、そこのカムサルをしっかりと避けていきの。さあ、ここはまだ大丈夫大丈夫なところ。さあ、緑ロジャーが S ヤマトに結果を打ってしまうと、脳天カチュアリされてしまう。なんで気をつけてくれ。ナリカブラ、緑ロジャーが息子たちにボッコボコにされる世界線、これは何やろ。これ余波かな。まあ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 、全然しゃあないでしょと。さあ、ここからもう一度エース&ヤマトが出ていきの。さあ、真ん中は取られてしまうが、まあ別にここで長い時間、この動画を見ようと思ったら全然ね、はい、試合が長引いてくれる方がありがたい。ナリカブラで、はい、とりあえず、うわ、なんとジャスカイアうまいな。で、さあ、ワン、ツー、フィニッシュ。はい、さあ、ここでカムサリを受けてしまうが、親父のカムサリなんてマジで痛くないぜっていう、この息子の反抗期姿、どうですか。マジ2リしか食らってね。さあ、ここでやっていくけども、結局親父は息子に駆られる運命。はい、ということでナイス。さあ、ここでこれレッドシャンクスか。レッドシャンクスもそうですね、はい、S 山の、餌です。餌からの、さあ、回避を使ってしまったな。はい、赤髪の赤髪って血の色のことかな、ってきっと思ってるでしょう。さあ、てなわけで、さあ、裏は
取られてしまうか。さあ、あもうこれこの神様に本当これ嫌いやわさあで右で乱脚、あーしっかりと見てる見てる。さあでここでルッチタイマー止めていきの、シャンクスの神様にも避けていきの、全てを避けていきの。さあ時間を稼ぐ時間を稼いだ、これは抜ききれないね。いやナイスです、いやマジでうまい。はい、てなわけでですね、今回わたっぴさんによる50リマス貫突エゼマでした。いかがだったでしょうか。バッチクソうまかったねはい、まあてなわけでね、今回皆さん、サンドヤマト疲れてる方ぜひとも参考にしてみてください。でわたっぴさんめちゃめちゃうまかったよ、めちゃめちゃかっこいい、俺もそんなヤマトを使いたいみたいな感じで思われた方はぜひとも高評価よろしくお願いします。てなわけで今回はこれで終了です。あざました。